地方文献、国家改革、公務員賞は、フランスの賞の一つ。地方文献、国家改革及び公務員に関する政府の政策の立案及び実施を担当する。公務員賞は、地方自治体や保険、社会、医療社会公企業と協調して、公職に関する政府の政策を実施する。百四十五年に、公務員について外観する機関として、政府に、 行政、公務員総局が設置された。1959年には初めて公務員、担当副大臣が任命され、1967年には初めて公務員大臣が任命された。公務員省は、第5共和政下のすべての内閣において設置されていたわけではない。公務員大臣が独立した大臣として存在しない、時には一般に、 他の大臣が公務員政策を所管した。また、公務員大臣はしばしば行政改革や国家改革をも所管する。なお、公務員大臣が存在しない内閣においては、公務員担当副大臣が任命される場合がある。国家改革、地方文献、公務員大臣の権限は2012年5月24日でくれ。 第2012から780号及び2012年11月2日でくれ、第2012から1221号に規定されている。公務員大臣は首相付けの大臣というわけではないが、首相が公務員に対して有する包括的な権限を考慮し、公務員大臣はその権限の大部分について首相の委任を受けて行動する。国家改革、地方文献。 公務員省の組織は以下の通りである。フィリップ内閣においては、ジェラルド・ダルマナンが地方文献、国家改革、公務員大臣を務めている。公務員省は、以前に移民、統合、国家アイデンティティ、連帯開発省が使用していたロトラン・シャロレ館に所在する。しかし、労働、雇用、職業教育、労使対話象徴者である、シャトレ館の改修工事のため、 2012年5月から1年半の間、労働省がロトランシャドレ館に移転してきており、それに伴って公務員省はセニュレー館に移転している。ありがとうございます。